今も自分セルフのマニキュアだからもういや終わってんの悲しい。2日しか経ってたよ。だからまた塗り直そうと思って。見て、想像を絶するぐらい汚いでしょ。悲しいのだから、まあいいや。で、今日は何をするかというと、あ、ねえ聞いて、全然関係ないんだけどさ、この前私のショールームでさ、うちのクラス高校の時の男子の数少なかったんだよねって話をしてたじゃないですか。6人か5人か7人かとか言ったじゃん。すごい少ないっていう記憶があったの。でさ、そういう話をしてて、でさ、今日ね、あ、昨日夜掃除してたら高校の修学旅行の写真が出てきたの。男子の数数えたら5人だったびっくり私7人かと思ってたの。6人か7人か8人かと思ったら5人だった。もっと少なかったのやばと思っちゃって。そう、なんか一見6人に見えるんだよ、一見6人に見えるんだけど、よく一人見たらそれは担任の先生だったそうなのっていう、まさかの5人でした。ということで終わりです、この話は。で、今日は何の、女子は20人とかやばいよね。で、今日は何の話をしていくかと言いますと、ハーレムじゃんって思うじゃん、全然だから。マジで男子で女子と誰も喋んないから。で、別に女子も男子と喋ろうともしないから、男女仲があんまりよくないわけじゃないんだけど、互いに興味を持たないから。で、今日は何をするかというと、この前ね、テレビ、長野のテレビに出させてもらった時に駅伝グッズを持ってったんですけれど、さすがにショールームでもなんか企画をしたいと思って、じゃあショールームで詳しくね、ちょっと紹介しようと思ったんですよ。なんでかっていうと、まあやっぱテレビではあんまりね、こんな長く喋れる時間はないので、今回ショールームでゆっくりお話できたらなと思ったので、まず1つ目、まあもうおなじみですね、駅伝のくまちゃんたちです。イエーイ。これは日体大、駒沢、早稲田、東洋って感じなんですけど、実はもっと本当はいるの、この倍ぐらいいるんですけど、ちょっとその子たちが今ちょっと長野県に出張中でしてそうなの、本当はもっといるんですけど、ちょっと今長野の方に出張させてまして、そう、本当は多分10匹ぐらいいるんですけど、その帰りにね、長野のお家から新潟に戻ってきたわけですけど、もう荷物があまりにも多すぎて、私もうこれ持ち帰れないってなって、でちょっとあの1、これこの子たち1軍なの1軍だけちょっと持ち帰って、ちょっと2軍の子たちは私の中ではね、その早くこの手に入った順なんですよ、実は。そう、この子たちが実は言うて、くまちゃんも全部もらい物なんで、もらい物とあと2匹ぐらい自分で買ったんだけど、その一番最初に西村家にやってきた4人たちをとりあえずあのちゃんと新潟に持ち帰ろうって思って、で、あとのちょっと西村家デビューが遅かった子たちは今ちょっと長野の家に潜んでて、でなかなかちょっとね、コロナが落ち着いたらまたあの残りの子たちも
持ってこようと思うんですけど、この子たちが子さんです。西村家子さんです。そうなんです、あの基本的に西村家は年功序列なんで、そうなんです、押されとかはないので、この子たちが今の私たちの、早い子たちでございます。早く子さんたちですね。はい、ありがとうございました。以上です。以上、早稲田大学さんと東洋大学さんと日本体育大学さんと駒澤大学さんの選手たちでした。ありがとうございました。もうあなたたちは出番大丈夫です。はい、続きまして何人かと言いますと、熊さんだって以上です。じゃあタオルからいこうかな。タオルも実はちょっと長野の方にほとんどあるので、今日は紹介しきれる範囲なんですけれど、一つ目がこちらの東海大学さんのなんですけど、これは実は東海が95回おととし去年勝った時、優勝した時の人なんですけど、これなんか非売品らしくこれ私ね、ファンの方からいただいたんですけれど、だからもうどこで手に入れたんだろうって不思議でしょうがないの。これね、番組で持ってったら諸角監督、え、なんでこれ持ってんのって言われて、そう、なんで持ってるんですかってすごい驚かれて、関係者みたいなこと言われて、いやいや関係者じゃないけどって思って、実はファンの方がプレゼントしてくださいました。私は東海 OB とかじゃないんですけど、いただきました、ありがとうございます。そうなの、これなんか非売品らしくなかなか手に入らないだって。ありがとうございます。以上、東海大学さんでした。続いてちょっとくまちゃん、あ、ちょっとじゃあちょっと東洋のくまもう一回降臨させよう。この子の母校である東洋大学さんです。これは96回今年じゃん。最新のやつでした。じゃじゃーん、今年96回なので最新のやつをいただきました。みんなすごいな、どこで手に入れてくるんだ、みんなすごいぞ。さて、これはね、そう、年功序列なんですけれど、これはもともと確か持ってかなかったやつだった気がする、長野に、だからお家にあるんだと思う。で、続きまして、続いての部門は本の部門に行きたいと思います。大量にちょっと本がありすぎてわかんないんですけど、じゃあとりあえず私の原点ともいえるこの本を紹介しますね。じゃじゃーん、青山学院の原監督の、普通の会社員だった僕が青山学院大学を箱根駅伝で優勝に導いた47の言葉。じゃじゃん、これは原監督が出している本で、この本をよく私が読んでたから、あの昔ね、なんか涙は句読点っていう AKB が10周年の時に発売された本があったじゃないですか。で NGT の1期生がそこで読書感想文を書いて、なんか優秀賞になったメンバーは日刊スポーツさんの企画でなんか自己アピールができますみたいなことで、私と日向が最優秀賞で、私は特別になんか審査員特別賞をいただいて、で私も日刊スポーツさんで好きな企画をできることになって、何をしようかってスタッフさんと考えてたら、私がこの本をよく読んでたから、そのスタッフさんがじゃあ監督と対談してみたらどうだって言ってくださって、
この企画が実は実現しました。そうなので中にはなんとサイン入りです。レンズレバー叶うと腹進むと書いてあるんですけれど、ちょっと読めないです。まあでもかっこいいですよね。こういう筆記体みたいな字が私も書けるようになりたい。そんなこんなで私はすごくこの本をねよく読んでました。でね、私はこの本でねすごい印象に残ってるのは、強いチームにいるから自分も強いって思っちゃいけないってことが書いてあるんですよ、この本にね。で、私はその言葉がすごい印象に残って、だから私も一応この48グループっていう大きなグループに所属させてもらっているけれど、じゃあ自分がすごいのかって勘違いしちゃダメだなって改めて思うことができて、そう、原監督はよく選手に青学っていうネームバリューのある陸上のチームにいるからって言って自分が強いと思うなって言ってるらしく、なんか本当に私もその通りだなって思って、そう、その言葉で私は結構いろいろ救われてるなって思います。そんな感じですじゃあ以上、原監督でした。ありがとうございました。では続いてなんですけど、どうしよう、この本なんですけど、雑隠し方、爪も汚いし、箱根駅伝の去年ですね、去年の公式プログラムなんですけど、ですね、これなんで隠してるかっていうと、某選手がなんかサインを書いてくれていてそう、実はあの陸上の時にフジテレビのスタッフさんが来てくださってて、ちょっと西村さんに渡したいものがあるんですって言われて渡されたのがこちらですそう、小松くんのサインが書いてある、書いて分かります？これ小松くんのサインなんです。びっくり、なんか急に小松くんのサインが入ったこれを渡されましたありがとうございます。そうなの、なんか可愛いサインだな。でもさ、こういう普通のサインが一番いいよね著名だね。こんな感じで頑張ってください、次の実業団でも。以上、小松くんでしたプレス工業だっけ、学生っぽいよね。素朴、こういう素朴なのがいいよね。私もそう思う。なんかさ、原監督まで行ったらさ、もなんかさ、こういうかっこいいさサインやばいプロっぽいって思うけど、学生はこういうシンプルなのが一番なんか好感度高いね。ちょっと水飲まして今日はたんだって今日はたん、ありがとうございました。彼は生田絵梨花ちゃん推しです。ここ大事だから、生ちゃん推しです。箱根駅伝ガイドでございます。これは
2020と最近のやつは家にあるんですけれど、ちょっと持ちきれなくて、ちょっとそちらの方で待機しているんですけれど、これは駅伝が好きな、簡単に言えば TO みたいな方がいて、あの駅伝マニアさんと駅伝ニュースさんとポールさんっていう駅伝界の TO がいらっしゃるんですよ。で、その方がすごく本とか最近はメディアとかにも出演されていて、結構仲良くしてくださってるんですけど、本当に私はね、この一番好きなのはこの初回のやつで、めちゃくちゃさ、細かくさ、ユニフォームが書かれているんですよ。で、ユニフォームの特徴とかもさ、こうやって書かれてて、なかなかない感じになっております。で、なあ、持ってくればよかったな。最新版のやつは実は私のことも書いてくださってて、そうなの。やっぱ今年さ、コロナで結構駅伝が中止になっちゃったりしてるから、そのことをすごい西本さんっていう人がいらっしゃるんだけど、書いてる方がね、西本さんが工夫して駅伝カレンダーっていうのを発売してくださったんですよ。で、そこに私のことも書いてくださって、その選手をよくさ、アイドル界ではさ、あの子見つける、あの子を見つけたとか、新しいいい人をなんか発見したら見つけたっていうじゃないですか。その私はそれをツイッターでよく言ってたから、見つけるってワードについてすごくその紹介してくださってたっていうか、私のことも書いてくださってて、これはまあ本当に細かく書かれてあってね、本当にその凄さを説明したいんで、例えば細かすぎる用語集っていうものがありまして、結構その駅伝の細かい用語とかが書いてあるんですけれど、中野マジックとか、帝京の中野監督のことであったり、明け止めこと鎧坂っていう駅伝ファンの新年の挨拶のことが書いてあったりとか、鎧坂さんっていう選手がいらっしゃいまして、そう、駅伝ならではの用語を本当に細かく書いてくださって、そうなの、年々ね、しかもこの用語が増えていくから、もうどんどんこの字がちっちゃくなっていくのっていう話です。多分あんま駅伝わかんないなって方がいらっしゃったら、これを見たら多分間違いないと思います。結構そのいろんな雑誌とかは、なんだろう、駅伝が知ってることを前提に書いてる本がやっぱ多いと思うんですよ。だけどこれは、なんだろう、初めましての方もちゃんと分かるように細かく書いてあるから、多分来年も出版されるのかな、分かんないけど、ちょっと駅伝のことを知りたいなって方がいたら、これ読むのをおすすめします。ということで以上でした。で、もう一個本が出てきた。さっきさ、原監督の本を紹介したじゃないですか。じゃん。実は奥さんも本を出版されてまして、じゃん、原美穂さん大好き。私原美穂さん好きなんだよね、綺麗顔がめちゃくちゃ大好き。普通の主婦が弱かった青山学院大学競技陸上競技部の寮母になって、箱根駅伝で常連校になるまでを支えた39の言葉。そう、これも面白いんですよ。両方持ってるんです。なんかびっくりしたのが、原監督ってまあ実業団として選手に入って、選手として中国電力かな、大手じゃないですか、大手の会社に入ったんですけれど、
まあ、怪我とかもいろいろあってすぐに選手を引退したんですよ。で引退して普通のサラリーマンとして働いてる時に奥さんってやったんですよ。で奥さんは駅伝のこと全然詳しくなかったから原監督が選手だってことも知らなかったんですよ。で結婚してそこからまあこの人選手だったんだねって感じで知ったらしく、でマイホームも建てたんですよ原監督で。原監督が奥さんに仕事を辞めないから続けるからっていうことを約束してマイホームを建てたんですけれど、そのすぐ2年後かな、何年後か定かじゃないんですけど、仕事辞めたいって言ったんですね。青山学院大学の監督になりたいから僕は仕事を辞めるって言っちゃうんですよ。で奥さんも激怒して、なんであなたあなた働くんじゃないの、あなた働く仕事辞めないって約束したから前ホーム建てたのにってなって、そうでも原監督はもう俺は監督になるって言うから前ホームから出て急遽青山学院大学の寮に行ったんですよ。で寮で2人で生活していくことになって、その時は青学は今みたいに上昇校ではなかったんですけれど今に至るって感じですね。そこからこの一人芝居そうだよね。私ももしさ、じゃ例えばさ営業マン営業の方とさ、じゃあ将来結婚したとするじゃないですか。それでさ、急に、いや俺ちょっとどっかのスポーツチームの監督になるからとか言われたら、はっ!ってなるもん。私だったらマジ鬼激怒なんですけどすごいですねだから本当に器の広い方だなって私は思うんですよ。この中国電力っていうすごいさ大手企業になってさ、もう言ってしまえば安定してるわけですよ。それなのに急にさそんな安定を捨ててさ 強くないさ陸上競技部に行きたいなって言ったら、ええー、って私だったなっちゃうのね。読んでみたくなった。すごい面白い。多分原監督のことは皆さんご存知だと思うんですよ。ああ山学院大学の監督だねって。だから意外とこっち読んだ方が面白いかもしれないっていう話でした。以上原夫婦の出演でした。ありがとうございました。あとはちょっとガサガサうるさいよね、ごめんね。ガサガサうるさいの分かってるよ。すごいうるさいのすごい分かってるから、ごめんマジでごめん、ごめんって、ごめんね、マジでごめんガサガサうるさいよね、知ってるよ。はい、で ガサガサを声で打ち消すスタイル。そう、あとは結構長野って駅伝がみんな好きなんです。みんな好きっていうか注目されてることが多くて、長野県の新聞で信濃毎日新聞っていうのがあるんですけど、それで駅伝のことをその書かれてたらお父さんが切り取って送ってきてくれるんですよ。で最近だったら3月9日の名古屋のウィメンズマラソンのこととか、あとはベルリンのことも書いてありますし、大迫さんの記事だったりとか、こういうのはいつもお父さんからもらって勉強させてもらってますっていうね。たまにはお父さんに感謝の気持ちを告げなきゃいけないので、
これを紹介させていただきました。あ、やばいやばいやばい。これはそんなにね、特に紹介しなくてもいいです。で、あ、これは前話したことあったっけな。これはね、月間陸上競技、私がすごくお世話になっている月陸さんから出しているその、まあ、写真集みたいな感じですね。あの、ほんと文字がなく写真だけなんですよ。こんな感じで、あ、こちらの中谷くんが写ってますね。あ、これは映画部の中谷くんですね。こういう、こうやっぱ記者の方ってたくさん写真を撮ってらっしゃるじゃないですか。だけどほとんどがやっぱりボツになるじゃないですか。その多分ボツになっちゃったり使わなかった写真をこうして、あの、一つの本にしてくれてたんですけれど、なんだろう、その例えば選手の中にはもちろん駅伝で活躍した選手も載ってるんですけど、例えばもう本当に強い選手なのに今シーズンは怪我で出れなかった選手であったり、トラックシーズンは活躍したけど駅伝ではあんまりその出なかった選手もいらっしゃるので、本当にそういう幅広い駅伝で出た選手だけじゃなくて、駅伝に出てない選手のことまで載ってるので、月陸さんの優しさだななんて思ってます。優しいね。最近はさ、あんまり結構さ、いろんなね、大会が中止になっちゃった、かわいそうだなと思うんですけど、あとはガサガサうるさいよね、ごめんね、うるさいうるさい。あとはこれは確かね、ファンの方からいただいたんですけど、平成箱根駅伝 B 級ニュース事件簿っていう、これめちゃくちゃ面白いから読んでほしいの。なんか私はその今22歳だから、言うて駅伝好き、見てる歴も短いわけですよ。だからその箱根駅伝今年さ96回だったじゃないですか。私が0歳から箱根見たとしても半分も見てないわけじゃないですか。そうなんだけど、これはめちゃくちゃ面白くて、なんでここ線張ってるんだろう。ああ、途中棄権のやつか。途中棄権のやつはちょっと悲しいから、他にちょっとさ面白いやつか。あ、皆様大八木監督ってご存知ですよね。あの駒澤大学の、実は大八木監督って25歳で箱根走ってるんですよ。25かな。そのさところないかな。最初確か実業団かなんか入ったのかな、違うか、働いたんだよね最初。だけど箱根を走りたくて社会人を得てから確かあれなのよ、駒澤大学の夜間かなんかに入ったんだよね、働きながら。そうで、当時は箱根駅伝が年齢制限があって、確か大八木監督はギリギリで出れたんだと思う。今は年齢制限なくなった気がするんだけど、なんだっけ、何ページであんの。そうそう、違う、めっちゃ留年してたわけじゃないよ。大八木監督は超25かな。そう、めちゃくちゃ苦労人なんですよ。どこに書いてあるの。25?
すごい、小森コーポレーション、駒澤大学、ヤクルト、すごいね、めっちゃ詳しい方がいらっしゃるわ。そうなの。当時は年齢制限があったんだよね。で、最年長で確か出たんだけど、なんでさ、そのページがさ、見つけられないの私。なんで見つけられないの。見つけたいけど、ちょっと待って、あとでゆっくり見つけます。あとで、あい、ごめんなさい、ごめんなさいね、ちょっと壁ぶつけちゃった、ごめんなさいね。確か結構熱い人でね。そうなんです、原監督はめちゃくちゃ熱い方なんですけど、あ、こっちに書いてあるのかな。ちょ、あ、あった、こっちで書いてあったのはこっちでした。箱根駅伝を知り尽くすっていう、こっちの本が、新しい本が、新しくもないか、本があるんですけど、ベースボールマガジン社から出てるやつなんですけど、そうだ、夢を追って24歳で大学に入学して、あの出場、そうだね、で出場タイムリミットの3度目の挑戦で箱根駅伝に出たんだって。4年生の時は年齢制限で出れなかったんだってらしいです。付箋貼ってた、ちゃんと。すごいね。これ結構働きながら夜間で青山学院じゃない駒澤大学に入って、それで今は名監督ですもんね、っていう話でした。これもすごい面白いから読んでほしい。私は昔の大会とかやっぱ分かんないから、こういったさ、監督同士の監督のこととか分かんないし、っていう話です。これはこれはどこのだろう、これはリクマガさんかな、ベースボールマガジン社、大学駅で夏号、結構さ春号とかいろんな号があるんですけど、これは関東インカレが終わった時のやつかな。こんな感じで毎年選手を何人かピックアップして、こうやってね表紙になって選手のことを紹介する本もありますよって話です。なかなかさ、例えばさ、ちょっとこの辺は多分もうみんな知ってる、知ってる前提で話すね。多分さ、飯沢くんとかはさ1500の選手だから駅伝とかは出てないけど、めちゃくちゃ強い選手だから、あのそういうね選手とかを知っていただくにもいいと思います。アイナさん輝いてる、輝いてますね。佐藤俊也くんが残念でしたね、ちょっとね、すごいね、関東インカレではめちゃくちゃ結果出せたんですけど、駅伝シーズンも出れなくて、土方くんは昨日インスタライブやってましたね。ちょっと見てたっていう話です。でも結構この駅伝ファンの間では表紙が誰になるかっていうのも見どころの一つで、結構予想はできるんですよ。まああの人だろうなみたいな、意外な選手がピックアップされたり、今回はこのルーキー田澤くんと井川くんも出てますけど、まあいろんな選手を知るきっかけになるのでいいと思います。そうなので、このここはマジで面白いのは、選手名鑑っていうのがあって、一人一人の各大学の選手がこうやって書かれているわけですよ。誰が一番、そのなんか星で書かれてて、誰が一番その
最近絶好調かみたいな。これですごい私はいつも新潟の選手だったり長野の選手をピックアップして見るようにしてます。そうこういうのさ長野の人調べちゃうよね。えこの人長野なのってだったりするから。見てください、岸本くん超ピックアップされてるよ。ピックアップって書かれてるよ。あの個性的な子です。こうやってピースしてる子。岸本くんは新潟のスーパールーキーなんで、しかも超頭もいいから。そうなの、だからこれは注目です。そうだから本当にその駅伝ではやっぱ走るチャンスはなかなかないけど、こうやって見るとえこの子ここ出身なのっていう選手が意外といるから、絶対皆さんのなんか地元の選手とか絶対にいると思うんですよ。だって長野ってさ佐久長聖って思うじゃん。えこの子長野の日大出身なのとか、意外となあの強い学校じゃん、強い学校じゃないって言ったらあれだけど、自分が知ってる超地元の大学が高校があったりとかしたりするから、意外とチェックするの面白いと思います。てな感じでありがとうございました。てな感じでどうしようかな。まあ、ここからサクサク紹介していくね。はい、大学駅伝決算号、これは大学駅伝のまとめですね。でこれは箱根駅伝公式プログラムになっております。こちらは月陸さんがプレゼントしてくださいました。ありがとうございます。こちらはスポーツライターの佐藤さん書いてるやつですね。光と影、シーズン3冠箱根3連覇の裏側で青山学院の半島になっております。ありがとうございます。安藤優也選手が表紙です。急にサクサクネイル素敵じゃないでしょう。もう汚くなっちゃったよ。ありがとうございます。で、箱根駅伝100年のたすきの歴史、箱根駅伝もねもうじき100年になるので、そういった歴史が学べる本です。こちらもおすすめでございます。ありがとうございます。そしてこちらはそうです、マラソンランナーとして日本初のオリンピック選手となった金栗四三さんのクリアマイルでございます。これは、文京区でなんかスタンプラリーをやったらもらえるみたいなことで、母親から借り出されて文京区まで行った時のやつです。ありがとうございます。金栗さん、いつかお会いできると嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちら諸角監督のサインです。はい、諸角さんありがとうございます。あ、これはもう結構ファンの方が知ってらっしゃいますよね。総選挙の時に私なんだっけ、総選挙のさイベントの時に出してるのよ。ありがとうございます。こちらはこちらは箱根駅伝のマップです。これは実は BSN さんからいただいたんですけれど、ありがとうございます。そう、 BSN さんがよくね地図くれるんですよ。ありがとうございます、大感謝です。はい、サクサクいきましょうね。こっからはこれはマラソングランドチャンピオンシップ選手名鑑でございます。 MGC どの選手が出るかなんて調べることができました。ありがとうございます。こちらはナンバーだ、箱根駅伝の1920年が2014年の名勝負をもう一度っていう本なんですけれど、
これ渡辺監督ですよ。今住友の監督で元早稲田の監督なんですけれど、私ね渡辺監督の走ってるところを見たことがなくて、実は世代的に。だけど渡辺監督はあのすごい人だったといろんな大人から聞きました。ありがとうございます。皆さんの世代ですか、渡辺さんは。これは、おお、これは去年の箱根駅伝の速報のやつです。郡司くんが表紙です。これは今年だ、早い、今年のやつでございます。でね、これはねすごいのがね、あるかな、まあ、ちょっと時間がちょっとあれなんですけど、こちらもあの毎回、リクマガさんが出版されておりますので、ぜひ皆さん見てください。ありがとうございます。2人ともありがとうございました。また今年のやつが出てきました。今年もありがとうございました、本当に。今年の MVP は相田さんでした。今年系が多いですね、結構。 MGC の前の雑誌もありがとうございました。MGC の前の雑誌でございます。設楽さんと大迫さんです。ありがとうございます。こちらは、おお、これすごい、箱根駅伝の観戦ガイドを狙ってるんですけど、これ各チームのキャプテンですね。じゃ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 ん、このなんかラーメンの雑誌みたいな腕の組み方をしておりますけれど、キャプテンの方々でございます。よく言われてんの、なんかラーメンみたいだねって言われてんの。ありますよ。これどういう選手の選出なんだろう。選手の選出ってなんかちょっと思いますね。なるほど。こんな感じです。ちょっとこれ大きいですね。はい。吉田くん、いい顔してますね。ブルボンに入る予定でしたけど、GMO に行った選手ですね。はい。ありがとうございます。あ、もう私が紹介しようとしたやつ終わったかな。あー疲れた。最後の方すごい強行突破だったんだけど、これ片付けの大変だわ。陸マガ派ですね。そうじゃないんだけど、月陸さんと同じぐらい買ってるんだけど、あのちょっと今出張しておりまして、長野県の本所で月陸さん出張してまして、すいません。そうなの、なんかね、あの陸間賀さんはそもそも長野に出張させなかったの、あの収録に持っていかなくて、月陸さんだけ持ってったんだけど、ちょっと月陸さんさすがに本はちょっと持っていけないもんってなっちゃって、今長野県に出張中です。ねえ、なんか大会がさ中止になっちゃってさ、私のさツイッターのタイムラインとかでもなんか悲しい気持ちを嘆いている高校生のさツイートがもう回ってくるんですよ。駅伝関係の人がリツイートしてるとか、私のところに回ってきて、もう
それがさ悲しいのよ。なんかさ、なんだろう、大人ってさそんな、まあ、今が大事だけどさ、学生ってマジで今を生きてるじゃないですか。なんていうんだろうな、うん、大人になったらさこの年しかできないことってあんまりないじゃん。まあ来年もできれば、どうせ来年もできるしってなるけど、学生ってさ今しかできないことがいっぱいあるから、この年じゃできないことが一度きりしかできないことがいっぱいあるからさ、やっぱ大人よりもめちゃくちゃ今を大事に生きてるじゃないですか。だから余計にさ、それでさ、その今までさ頑張ってきた目標がさなくなっちゃうの悲しいだろうしさ、なんか超一流の選手とかはさ、まあ宮古寺とかさ12月まで出るチャンスがあるけど、そんなそこに出れる選手なんてもう一握りじゃないですか。ほとんどの学校が出れなくて、ほとんどの選手が出れないからさ、みんな大体そのインターハイとか7月の大会で引退していくからさ、急に引退 が突きつけられてるもんじゃないですか。悲しいなって私も思うの。まあでも私がいたところでさ、お前何語ってんだよってなるからさ、余計なことは言わないですよ。だけど悲しいなって私も思っちゃうね。確かにアイドルを今も生きてますよ、本当に本当にそう思う。この前かな、なんかリカちゃんがさフォトログでさ、なんかすごい長文で書いてたじゃん。もう私は高3で NGT に入ってから時が止まってますみたいなこと書いてあって、本当にその通りって思っちゃった。私だってまだ高3の気分だもん。本当になんか時を止まってもう今をずっと生きてる感じがある。悲しいなって思っちゃう私。高校ね楽しいもんね。だからさ本当にそういったね学生たちがさ、しかもそういうインターハイとかさ、そういう一個一個の大会が結構さ、その2年生3年生ももちろんかわいそうだけど、2年生とか1年生もさ、そのそういった大会で結構監督からさこう目をつけられ、大学の監督から目をつけられてスカウトされるってこともあるって聞くからさ、そういったチャンスもあんまりなくなっちゃってるのがかわいそうだなって思う。ねえ、夏の甲子園どうなるか分かんない。ああそうなんだ。まあそうだよね、インターハイ中止になってんだもん。そうだよ、学生の1年は大きいよね。もうさ私たちのさ1年なんて全然大きくないって言ったらあれだけどさ。ねえ、推薦とか大変だよね。悲しいことが最近多すぎて、私も最近悲しいことが多すぎるよ。アイドルの一年も通常の10倍くらいのお店って、本当だよね、本当にそう思う。なんか大変なこといっぱいあるけど、なんだろう、多分これが30歳とか40歳とかになって振り返ってみたら、今は絶対楽しい時間なんだなって思う。長岡の花火大会も中止、悲しい。言うてね、1回しか行ったことないんだよね、新潟に住んでいながらも。
対青春なんだろうなって思うもん、本当に。だってさ、なんか研究生公演のさレッスン期間とか超大変だったけども、今思えば一番青春だったなって思うもんね。ネイル見せてに見せられないぐらい汚いんだけどぐちゃぐちゃになっちゃった、もう見せれないよ。マニキュアだからすぐ剥げちゃうの情けない爪だ。そう、マジでいい思い出になるんだろうなって思う。その色渋くて好き。これリエさんからもらったの。いい色だよね。ネイルじゃなかったのか。ネイルじゃないってどういうこと？ネイルだよ。ネイルじゃないってどういうこと？ネイルです。まさに青春の時本当だよね。つける爪、つけ爪って今やってる子いなくない？そう、これリエさんからのプレゼントな。もうさ、なかなかさ、ジェルネイルとかもできる機会がなくてさ、なかなかね。ギャルとかならやってるかもしんない。確かにギャルちゃんとかだったら。りっちゃんはセンスがいい。今日の晩ご飯はちょっとね、いらない私すごい中途半端な時間にチャプチェ食べちゃってさ、今日チャプチェ食べたの。チャプチェは明日の朝食べる。さっきマック食べたの腹いっぱい。マック食べたの？え、マックのさ新作食べてみたいなって思うけどさ、マック行く勇気がないの、このご時世ネイルボロボロだよ。プッチンプリンシェイク食べたい。今テイクアウトしかやってない。あ、そうなの？知らない。マックマジしばらく行ってないから分かんないや。そうなんだ。行かない、マック。マックはそうだな、照り焼きだな。いつもさ新作とか出るじゃん、マックですごい美味しそうなやつ、その卵が入ってるやつとか、てりたまっていうの、そういうのとかさ、なんかいろいろ新しいの出るけど、結局私は照り焼き頼んじゃうの。冒険しないタイプなんだよね。そうなんだよね。てりたま？てりたまって美味しいの？食べたことないんだけど。マックシェイクはバニラが好き。冒険しないでしょ？
てりたまとてりやきの違いが分かんないんだけど、てりたまは何が違う？卵が入ってるだけ？てりやきに卵が入ってるのがてりたまなの？チキンフィレオ、てりやきチキンフィレオ食べたことないな。そうなんだ。プリンシェイク、へえ。え、最近のさ CM で見たんだよね。すごい美味しそうって思ったの。なんだっけ、調べてみよう。どれだっけな。あ、サムライマックってやつ。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフってやつ。何これと思ってたの。でもさ、単品で490円で高くない？美味しそうだけどさ。美味しそう、まず絶対美味しいんだと思う。ちょっとお高めだよね。チョイマック、チョイマック、キムタクさんがやってるでしょ、チョイマックって。いや、あれはね、キムタクさんがちょっとマック行こうとか言ってる姿がかっこいいだけ。私が あんなね、こんなことやったところです、単なるダサい女になるからあれは CM でキムタクさんがちょっとマック行ってこようよっていう姿がすごい素敵に見えるだけで、そう、私がそんなちょっとマック行こうよって言ったらちょっとダサってなるだけで、何お前かっこつけてんのってなるから、そうベーコンポテトパイ一回食べたことあるかも。でもやっぱりそう、なんとかパイとかはやっぱさ、チョコパイが一番好きだな。うん、いや、私はマックで一番好きなのマックフルーリーだわ。照り焼きじゃない。今思った。私はオレオがすごい好きなんだ。超オレオじゃないの。オレオが好きなの。超オレオちょっと多すぎて。オレオが好き。ベーコンポテトパイは、なんだろう、美味しいよ。でもその私がね、マック頼んだ時の食べる順番が、ポテトをまず食べるの。ポテトをカリカリしてるうちに食べたいじゃん。ポテトを結構食べちゃうので、ポテトをなんか結構食べたら、全部は食べないんだけど、ちょっと食べたら次ハンバーガーに行くわけですよ。で、ハンバーガーを全部食べて、で、またポテトに戻ってくるので、ポテトを全部食べて、そのアップルパイとかそのベーコンポテトパイ系に行くんですけど、なんだろう、順番的にもうパイを食べるときもお腹がいっぱいなんですよ。だから、なんだろう、空腹時に食べたらより美味しいんだろうなって思いながら食べてるの、いつも。わかる？いつもそうなの。あ、ベーコンポテトパイすごい美味しいけど、多分これ私もっと最初に食べとけばもっと美味しく感じるんだろうなって思いながら食べてる。そう。ね、ポテトは先に食べるよね。なんか私こう、そのちょっとずつ食べるっていうのはできないの。1個完食しか食べれなくて、そう、まあ、ポテトはできるんだけど、そうだから
家とかでご飯食べてる時も、私のお父さんはちゃんとね、そのご飯食べて、おかず食べて、お味噌汁ちょっと飲んで、ご飯食べてみたいで、ご飯とお味噌汁が終わるのが同じぐらいなのよ。私それがすごい憧れてて、そう、でそれができないの。なんかもう西村家ではもうご飯とお味噌汁とおかずっていう、もうなんかそういう朝ごはんはそうで決まってるの。パンが出ることあんまなくて、で私はいつもそのもう先にご飯食べて、ご飯おかずとかと一緒にご飯食べて、ご飯が終わったらようやく味噌汁を食べ始めるって感じなのね。そう、多分ちゃんとねできるんだろうけど、なんだろう、小さい頃ねお味噌汁がすごい熱かったから、最初から食べれないから、とりあえずご飯系おかずとかを食べて、食べ終わったらお味噌汁を食べるっていう習慣が自分の中についちゃって、そう、そう昔、そうなの、暑かったからそういう風に置いちゃってた癖がついちゃってるんだよね多分。そうだから家ではその三角食べっていうのはできない。でもなんか知らないけど外ではできるの謎でしょ。だから別に直そうと思わないの。外ではちゃんと食べられてんの。そんな熱々の味噌汁が出てくることないから、外ではちゃんとそれができるんだけど、なんか家の味噌汁熱いから、そう、マジで西村家の味噌汁見てほしいあの普通の味噌汁じゃないから、その野菜をね取るためにお母さんがもうありえないぐらい味噌汁に野菜を具沢山なんですよ。そうだから私ね、そのインスタントとかケータリングに出てくる味噌汁を見た時にえって思っちゃったのえ、誰か先に具だけ取った人がいたのかなって思っちゃったぐらいでもそれが普通だってそこで知って、そうなんだよね、西村家の味噌汁やばいから、もう本当に汁が少ないから豚汁レベル、え、豚汁より入ってると思う西村家の味噌汁。え、今度見せてあげたい、本当に豚汁より入ってるよ。なんだろう、なんだろうな、感覚で言うと、あーちょっと違うな、調べてみようあ、けんちん汁って知ってます？そんなけんちん汁並み、あ、そうなん、そう、筑前煮みたいな、汁の多い筑前煮って感じ。いや、そう、鍋みたいな感じなの、そう。だから、具材もたくさん入ってるし、熱いんですよね。え、そう、煮物みたいな感じの方なの。健康的でしょ？そうなの。だからさ、普通に一人暮らしして、外のお味噌汁を食べるようになった時にびっくりしたの。お母さんの料理食べたい。いいよでもさ、なんだろう、自分のお母さんが
料理うまいってずっと思ってたのね。それしか食べたことなかったから。だけど実際はどうなんだろうって最近思うことがある。自分にとってはなんかそういうことない、外のさ食べ物を食べたことがないから、自分のお母さんのしか食べたことないから、外のご家庭のレベルがさどれだけ高いか分かんないからさ、っていうことない？え、もう俺のお母さんマジ料理下手だったっていう人います？自分で分かんなくない？自分のお母さんは料理うまいって思ってる元で育たない？あ、結婚すると確かに別の家のご家庭のこと分かると思うけど、そう、人のお家を見たことがないから分かんないんだよね。あれ、ちょっと苦手な方だったそうなんで、お母さんはいつも、いやお母さんはね料理うまい方じゃないよって言うの、私に対して。友達の家のお茶で家が好きってなる。ああ、わかるかも。なんか人のお家のお茶って嫌だよね。わかる。なんか人のお家のさ入れた麦茶とかさ飲むとさ、あ、ちょっと違うかもってなるよね。わかる。麦茶に出るよね。わかる。わかる。わかる。麦茶ってさ、なんで味違うんだろうね。なんなんだろう。なんか違うよね。砂糖入ってる時なんてあるの？やば。なんかしかもちょっとさ、なんだろう、その入れ物、飲み物入れてるさ、あのボトルみたいなのあるじゃん。それがもうさ、自分のペットボトルじゃなくてもう自分のご家庭のボトルだったらさ、そのボトルにさ、その人のさ家のさ、なんだろう、なんか匂いが染みついてる場合があるじゃん。嫌な匂いとかじゃなく、そのご家庭ならではのなんか味というか、匂いとプラスチックっぽいというか、なんかそれが結構さ飲み物にも浸透しちゃってる時あるじゃん。それだよね、ぶっちゃけ。そう、友達の家ってだってさ嫌な匂いとかじゃないんだよ全然。そう、タッパーの匂いとか、そう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 、そう、食器に匂いがついてるよね。友達の匂い、嫌な匂いじゃないんだけど、友達ならではの家の香りってあるじゃないですか。わかる。でも自分の家の匂いわかんないんだよね。他人からしたらさ、自分の家の匂いってあるかもしれないけど、わかる。なんかさ、あとなんか冷蔵庫の中にも独特の匂いってあるじゃないですか。ね、ね、わかる。そう、冷凍庫、冷蔵庫の中ってその食べ物がいろんな集まった独特な匂いがあって、それがお茶とかにさ浸透してる時があるよね。ね、わかるわかる、超わかるわ。でもさ、まずいとかじゃないんだよね、違うって思うんだよね。わかるわ、独特の匂いするよね。いや、
だからさ、私の西村家の匂いめっちゃ気になる。そう、あの、そう、なんかさ、匂いが、そうなんだよね。私も友達の家の麦茶飲んだ時そう思ったよ。そうなんだよね。てな感じで、そんなことを話してて私の部屋と車はいい匂いがする。車の匂いも私苦手、嫌だ。車の匂いやだ。車のなんかすっごいさ、きつい匂いの方とか見るじゃん。人の車私あんまり、タバコね、タバコね。でも私の家族でタバコ吸ってる人いなくて、そう。だから逆に、なんだろう、家族の誰かしらがタバコ吸ってたらタバコの匂いの免疫がさついてると思うんだけど、なさすぎて。なんかね、一回ね、学校かなんかで、学校じゃない、なんかね、タバコ吸っ、同じ室内でタバコ吸っている大人がいた時は体調悪くなっちゃった時あったもん。そうなの。まあでもね、皆さん自分の健康は自分で守るんだよって最近思うよ、ほんとなんか最近さ、なんかツイッターとかで、今日もなんかコロナウイルスの感染者数が減ってたりしたじゃないですか。そう、すごいなってさ、よかったとか思ったけどさ、ツイッター見てみたら、なんか検査数が、検査数が、検査数がみたいな、すごい検査数のことをさ言ってるコメントをちらほら、なんかリプライとかで見たけどさ、なんかなんだろう、検査数も大事かもしんないけど、もう黙って自粛してもいいんだよって私は思ってたそう、私はすごいそれ思ってた。もういいの、私たち国民はね、何があろうと黙って自粛してればいいんだよって思ってた。そうね、減る。でも私はそのわかんない、本当にね、検査数がなんちゃらかんちゃらとかで本当はどうかわかんないけど、でもそれってさ、減ってるっていうのはモチベになるじゃん、間違いなく。今の私だったら、じゃあひょっとしたら舞台ちゃんとこのままいけばできるかもしれない、できる可能性がさらに高くなったとか、確実に多分一人一人のなんかモチベーションになると思うから、まあ油断しちゃダメだけどね。でも私はすごく嬉しいなって思った、本当に。ねえ、舞台やりたい。そう、オンラインで稽古はないの？ないでしょ面白すぎるでしょ。もうそうやって一人のシーンだったらいいよ、三人とか間違いなくさ、選手が10人いる舞台なんだからさもう距離感とか分かんないじゃんこの時にこの人を叩いてとか、この時にこの人の肩を触ってとかさオンライン稽古があって、私は無理だわ、吉田さんにそれは言うわ、私ダメですそれはっていう言うと思う。ズーム、あー、ゾゾタウンみたいなやつね。稽古、舞台が、舞台稽古期間1ヶ月あるかないかだから、
そうだから順当に行けばだって始まるとしても11位からだっけ10日からだっけ舞台だから大体だったらじゃあ5月15ぐらいから顔合わせして稽古みたいなのが普通だと思うんですよ。実際何日かは全く知らないけどね。そう意外と短いんだよね舞台稽古って本当に長くやってるように見て意外と短い。でもその1ヶ月がめちゃくちゃ大変。そう結構ファンの方からもう稽古始まんないとダメなんじゃないみたいな心配なコメントとかもいただくけど意外と始まるとしても15以降じゃないって私は思うわ。もう3週間4週間でもうなんかもうありえないぐらい一日中やってんの。もう朝8時からとか朝8時から夜21時とかまでやってる。やるときは主演とかになると出る順番も多いからずっとやってるけど基本的にはシーンごとの稽古なんですよ。だから例えば家族の話だったら午前中は会社チーム大輔の東京シーンまなこちゃんとか社会人チームがやって午後は登山部のシーンみたいな感じだったからそうだから例えば戸田大輔役の子はもう一日中いたみたいな感じだったの。私は登山部だけだったから午後からのレッスン稽古だったけど両方出る子たちは一日中いるみたいな。そう演出家さんはもうずっと吉田さんずっと吉田さんマジで休んでない。そうなのいつもそんな感じだった。午前中会社チーム午後あの12 14時ぐらいから夕方ぐらいまでが登山部でもう超夜超夜っていうかもう20時から22時ぐらいまでがあのバンドチームあのコータとアスパラさんとかそこら辺のバンドチームやるみたいな感じだった。私は夕方チームだったからしかも登山部は何度も言うようですけど幽霊部員が多すぎてなかなか集まらなくて結局なんか夕方っていうかお昼ぐらいに集まってもちょっとよくわからないことが多くなっちゃうっていうオチ。そうだから今回次の稽古はそう私サーリンと一回も稽古で会ったことないと思う。本当に何回か多分3日間とかしか一緒にいなかった気がする。そう全然会わなかった。うんほぼ会わなかったね。さゆりんと一回もシーンかぶんなかったし。そうだから私ね稽古期間ね本当に話してなかった誰とも。つらまあアンサンブルの子たちは実はずっといるのだからアンサンブルの子が一番大変かも。アンサンブルの子は本当にもう朝8時ぐらいから20時ぐらいまでずっといるんだけどアンサンブルの子しか話す機会がなかったかも。だってエマスリンちゃん私一回もシーンかぶってないから。でもエマスちゃんはアンサンブルではなかったからあの時アンサンブルみたいに頑張ってくれあのすごいいろんな役やってくれてたけど一応あの子供大好きっていう役名はあったかな。そうだからね結構家族の話の稽古はいろんな人と
あんまいなかった。だって登山部いないんだし登山部幽霊部員すぎて話すことないし、アンサンブルの子たちも言うて話してくれるけどすごい忙しそうだから、私はいつもスタジオの隅で台本読んでたって感じかな。で、ジョーステの時はサキちゃんがいたから話す人がいたんだけどね。そう、なかなか話す気がありませんでした。まあ楽しかったすごく。そうだからもう次の舞台はさ、幽霊部員はいなかったらいいな幽霊部員の子がいると大変なんだよね。なんか誰かがその穴を入らないといけないからさ。だから次の舞台ではもう無事選手10人が幽霊にならず来てくれたらいいなって。したら稽古もスムーズにいくから、私はもう毎回稽古にいるから。ということで、そんな話をしてたらもうね時間が来てしまったので、もう私はショールーム終わりにしようと思うよ。動物園行こう。どうした急に動物園行かないよ。ニコルやばくない？めっちゃさ持ってくの大変なんだけど。さてショールーム終わりにしたいと思います。ということで今日もありがとうございました。またね。とっても癒されました。ありがとう。そう、ここ今すごい散らかりなんだ、やばいんだ。またね、ありがとう、バイバーイ。